さあ時刻は12時31分になりました沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄今日は npo 法人心ひまわりさんそして子供の居場所としてここキッズをされているということで今日沖縄市からですね代表の赤尾さんと宮城さんに今日は来ていただきまして今日はよろしくお願いしますよろしくお願いしますありがとうございます早速なんですが npo 法人心ひまわりは、えー、普段どのような活動されている npo 法人でしょうかはい。 えー、NPO 法人こころひまわりは自分を大切にしよう,しようを流行らせるためにあの立ち上げた NPO なので、はい、自分を幸せにするために心理学を使ったりとか<ー>おもちゃを使ったりとか、はい、まあ勉強っていうツールを使って自分自身の自己肯定感高めようとか自己有用感高めようというような活動をしております。すみませんもううう一度自分,を自分を大切にしよう大切にしようそうですよね 曲調がなかなか自分を大切にしないというか、あ,らあ,らあのー、なんか <laughs>、えー、体をですね大事にしないんですよね。いやそ、そんなことな。<laughs> なんかいつも体ボロボロで、<laughs> <laughs> 彼を自分を大切にするような人になってほしいなと思うんですけど、うん、そういう時、どういうふうに僕は彼に言ったらいいんでしょうか。多分言うというか、うん。 存在そ,そのままでオッケーだよって言ってたら、オッケーです,です。僕は彼があの生き方をしているのが納得いかない。<笑><笑> <laughs> じゃあ、まず存在にオッケーだよ。<laughs> 僕が問題なんですね。す何をしてても、どんな自分でも、大好きだよって言ってあげるときっとよ、ね。良くなると思います。きっと周りの人が、そういうふうに言っていう環境だったら、本人も。うんうん、あ、自分はこのままでいいんだ、今のままでいいんだって思えるってことですよね。うんうん、なるほど、本当に、今の一瞬で。 ええー、心ひまわりさんの深さが伝わったかと思うんですけれども <laughs> そですか。<laughs> いやその心ひまわりさんの活動はもうどれぐらい始められ、はい、始められてどれぐらいなんでしょうか。えっと NPO 法人は2012年なんですけど、はい、えっとその前の全団体からは2006年からやっています。あえ NPO はいつから？2012年2012年、はい、その全団体 NPO 団体の時はもう2006年からはいやっております。あそうだったもう相当長いですよね。はい、もうすぐ20年はい20年近く。 学生の頃から学生はもっともっと前なんですけどその時から社会起業家風な感じの活動をしていたのでなのでもうちょっと昔から仕事と思って目指してたんですけど気づいたらみんなにそれはボランティアだよって言われ続けた感じがあって今は社会起業家ってキーワードがあるのでありがたいなと思ってその時はそういうのがなくてボランティアっぽく言われてたけど今は本当に。 そういう立場がっていうか、うんうん、そうか、言葉が一つ出来上がるだけで、そんなになるんですね。うん、はい、えっ、ー、と、そんなところなんですけど、まあ、ずっとその、えっ、ー、と、その活動を中心にってことですよね。うん、あの、自分を大切に大事にするっていうこと、はいえー。この、ここで関わった人たちって、どういうような事例というか、うんうん、あの、ケースが今までにありましたかうん、うん。えっ、ー、と。 まあ心理学をベースにしているので、はい、あの人生脚本っていうので見るんですけど人生脚本心の貧困負の連鎖を止めるっていう活動をしているのでその本人がもう気づいたら自己肯定感が低くなっちゃってるような連鎖が実はあるんですけどその部分で苦しんでいる人というか、はい、悲しんでいる人とかやりたいことをやろうと思っても自分なんて言って諦めちゃう人、うん、みたいな人たちに自分もできるかもとかって思えるような。うんうん 誘い方をする活動をしています。なるほどね。うん、あのそうそういったので関わった人たちが今までどんな方がいたのかなっていうの、うん。ああもう赤ちゃんからですね。相談,相談が来る感じですか。はい相談が来ます。ではいはい、あと講座も開いてたりするのでワークショップも開いてるのでるそこに参加してくださるので、はい、赤ちゃんから上は九十 いろんな方が参加してくださって自分と向き合って自分も最高だねって言って帰ってもらえるのが嬉しいでど。普段はそういうワークショップとかそういうところでみんなで講演とか行ったりとかされているわけですねその中で子どもの居場所というか子どもの支援としてココキッズってというのがあると伺ったんですけどどもこちらのようなが CocoKids は沖縄市の補助金をいただいて週に2回ぐらい活動しているものなんですけど小学校から。 まあ18歳まであの沖縄市のに在住の子だったら誰でも利用できるよっていう子ども食堂だったりとか学習支援をしていたりとか、はい、あと,、えっと人生の選択肢を広げる作戦会議の場所ともしているので<ー>子供たちの自分の言葉にならない気持ちをカラーセラピーっていうツールを使って言葉にしてあげて、はい、あ自分ってこんなことしたかったんだとかっていうのを言葉にするっていうそしてどんな人生あるのかみたいな感じの話をしている場所でもあります。カカララララーーーーセセピピってどんなものですかカラーセラピーは えっと色を通してですね自分の潜在意識、無意識にある気持ちがこう明らかになるのがカラーセラピーなんですけどなので大人があなたはこういう人だよって言ってもさっき言った自分で自己肯定感低引くと受け止められないのでそこで自己肯定感高めてあげるとで自分の気持ちを素直に話せるようになるのでそういうい色を通してなんか頑張ってなんか子供たち楽しそうです<ー> <laughs> カラーセラピーってあの今でもできるんですか、はい、ここでもできますできまますすに カラーセラピーってできますよ。はい、できますできますなんか必要なものとかあるんですかああっちにはあるんですけど普段好きな色とかでもいいです気になる色が本当はいいんですけど気になる色気になる色、色の意味が一色につき百個以上意味があるんですねすごい気になる FM なはカラーでもあるエンジっていうか、濃い赤濃い赤濃いベンガラ色っていうんですかが、好きが好きで、普段 もう1個突き足すとしたら何色色がいいですかこのエンジの色に緑、えっと。緑。そしたら赤と赤っていうか円爾の色と緑ってすごく常識に振り回されてしまう人っていうか普通はみたいなのに縛られている人が多いので、うんえー、そこからさっき脱却できたらもっと自分に優しく自分の,なんかこの心の底奥底で自分っていうのを。 だろ世の中に合わせるようにがまちゃう人みたいなのがいるので、うん、そこから解き放たれたらいいかなみたいな感じとかあの人の人生めちゃくちゃ常識外れな人生なんですけどあのだけど多分<最>本体にあののかろそううなんだろうねそうですだから本当はもっと常識のところをクリアにしたら。うんうん ももっっとととけるるいうか、ああもっと楽にな常識を教えてる側なんですけどでもそれあ<の>、そういう意味じゃないんで多分その根底の,のところがってこと、ね、そ,うですそうです、常識に縛られる,るからか<あ>わざとそこから反対のところに行き過ぎちゃうっていうかああそうしたら自分の幸せとかじゃなくてなんかあれっていうようなこともしでかしちゃうこととかあるので。ななるほどな すごい色でこんなにお話ができたら本当素敵ですね。なんかいきなり話をしてもさあなたはこうう人だからって言われてもあなたは俺の何をしてるのみたいな感じだけどこれだけを通してここまで会話できたらすごいね。面白いですだから子どもたちも気持ちは言葉にできないのででも何色は取れるんです色があるのでそれを通してこういう意味があるよっていうとなんか思い当たることあるって今私当てたみたいな感じですけど本来なら引き出すのでこの色にはこういう意味があるよなんか思い当たる るることあるって言って聞いたら、うん、あ最近お友達と喧嘩したとかお母さんにダメって言われたとかお勉強したいけど友達に会わせなきゃいけないからなかなか勉強 できないみたいなとかって<ー>話をしてくれたりします色にやっぱヒントがあったりするわけですねはいそうです,うですなんかこうすごくその心に問題を抱えてる子供が、うん、絵を描くときに黒と赤だけで絵を描いたりするっていう <laughs> なんかドラマとかにあるじゃん、はい、<laughs> この絵を見て何 <laughs> かうちの子供に起きてるみたいな、はい、ああいうことだった小学校の時なんか紫使うやつは。 あれだとかなんか言われたんだけど、今言葉に、なんかあれだですね、紫色あれだ。でも高貴な色ではあるんです。そう、紫は高貴な色ですよね。あのキリスト教的にもね、あのすごく大事な色ではあるんです。あのなんだっけ、えっと彼小学1年生2年生 年で絵のなんか全国一になってるんですよ。人生のピークです最高色にはいいろろあるというわけでこんなふうにね色でっていうこういう子供たちとというか相手とお話をできるっていうすごい素晴らしいスキルを持ってる NPO 法人心ひまりの代表の若尾さんなんですけれども。あの えっと、その子供の居場所っていうか、うん、あどちらからにしようかな、まあ、心ひまわりの方からにしましょうかね、うん、始まったきっかけ、うん、こ,のこの活動、NPO を始めたきっかけっていうのは、どうしたところから、うん、さっき、企業あ社会企業,業家みたいな感じでやっていたっていうんですけど、そこから NPO にどうつながっていったのかなとか、うん、なんかちょっと気になって。うん なんだろううどっから話そ私自身が子どもの頃 <laughs>、はい、みんなを幸せにしたかったっていう意気込みがあったんですけど道を歩いてる人から私が幸せにするっていうような気持ちでいたんですけど<ー>でもなんか感情の浮き沈み,、はい、沈みが激しくって<ー>なんかだんだん学校行けないぐらい病んじゃってみたいな<ー>でそこで周りに不登校みたいな感じにもなっちゃって<ー>でその中ででも学校なんか行きながらでもなんか表では優等生みたいな顔も見せてながら。 実は病んでたみたいなのところの自分のこの感情がボロボロだったんですけど、はい、それと向き合うのが中学生ぐらいから自己啓発本読んだりとかして自分はどうやったら幸せになれるんだろうみたいなやみ、うん、やみの人生から、はい、あの自分探しをしていたところであの大学に一応行ったんですけど卒業する頃にはもう自己肯定感低くってこの履歴書っていうんですかね今エントリーシートっていうみたいですけど、はい、それに自,己なんかじ自分の長所を書きましょうみたいなところにないしって思っていたら、はい。 気づいたらもう卒業の年だったみたいな感じなぐらい闇闇だったんですね、うん <laughs> で。で,で,でそしたらもう仕方がないので続けはしないといけないじゃないですかしたので、うん、じゃあその後どうやって人生を歩もうかなっていろいろやりながら、うん、あのところで心理学と出会って、はい、あなんか子供の頃の影響っていうのが大人になってこんなになんかこう関係してくるんだみたいなのを知って、はいうん、でそれを予防するっていう自分自身は自分を初めて知れたってやつなんですね。自自己 自己啓発とかっていうのはあんまりよく分から、うんい分,分かってるけどなんかあんまり自分を知るっていうことにはならなかったんですけど<ー>心理学を勉強した時にあこういう影響があるか私は。 あの他の先生に大学の先生とかに美紀子さんはなんで生きているのかねって言われるぐらいやみやみだったみたいなそこからカムバックしているっていうところのが面白いって言いて一回この実験データみたいな感じで聞き取りされたことがあってあ、うん、でその時に自分自身の強みみたいなのが分かったんですけど<ー>でそ,こその感じでやってたら意外と子育てしてるお母さんたちも病んでるんだみたいなことが、うん、まあ子育てを通してストレスかかって私みたいに自信がなくなっちゃう人が多いんだなと思ってそこから、こうなんですかね いろんなお母さんたちにサポートあのその時は子どもを救おうみたいな感じだったんですけどうん、うん、私は同じ気持ちの,このやみやみになっちゃう側の方なので、はい、私が今まで仕入れてきた情報を伝えることでなんかお役に立てるんじゃないかなと思って、うん、そこから始めたなので実は DV とか虐待防止のぐらいまで私もやみやみだったのでそこの。 帽子として使っ作ったのが N. P. O. 法人心ひまりです。ああ、もうそこを守ろう、そこをやめようと、ぼ帽子しよう。防止しようっていう、で、それが自己肯定感だったっていう話なんですけど。なるほど。もう、じゃ、あ本当に人生かけて、そこに繋がっていったわけですね。うん。あんな感じです。闇闇の時があってですね。はい。闇闇の時がありました。なんか。闇はこい闇闇でずっとそばにいて。ちょっと社長と。 なんか似てるいや言わないであのなんか僕も聞いててすごい被るところ多いなって思うそうだったんですねいい聞きたいいやいやいやそれ時間かかるただやっぱりその一番こう暗いというか闇の中みたいなほんとにどん底みたいな思いを経験してきた人ってやっぱ違う よよねねって思うんだでもやっぱ何かしらそういう死にたいぐらいの気持ちで経験してると思うんですけども、うん、そこから這い上がって、うん、今度それを防止したいって、うん、NPO を作ろうっていうところまでって行くのってなんかもう泣けてくるというかすごい決意だと思うんですよ。うん、<laughs> だかからそ、えー、そうししてて NPO NPO がが立ち上がってしかもそのがね、うんあの え始めたけど1年2年でちょっと違うかなと思ってやめましたじゃないです、うん、<laughs> もう20年迎かてるって <laughs> すごい活動があられたわけなんですけども、うん、その活動の中で、えー、見えてきた、うん、あの解決できた課題とか、うん、見えてきた課題とかいろいろあると思うんですけどうん、うん、そこら辺の視野っていうかどんなものがあったのか教えてもらえますか自分を大切にしよを流行らせるってことなので、まあはい、分かりやすく言うと自己肯定感みたいなのを高めようなんですけど 今までのいろんな問題みたいなのが自己肯定感を高めるだけでクリアになっていくというか問題が解決していくっていうことが多々あるのでいろんな活動をしていって今子ども食堂につながっているのは沖縄市の現状がすごいやばいなっていうことが分かってきたんですよね、うん。だけどそれがすごいい孤立お母さんたたちのせいっていうになってたりとか 子供のせいになってていいたりしてなんかこう愛がないんですよ地域の大人に、うんうん、なのであの先ほどあのこれ見せていただいて橋沖縄さんのここにも書いてあったんですけど私たちも現代版ゆマールを作りたいって親類演者だけじゃなくてまあもういっぱいいっぱいなので自分の生きるので、うん、そうじゃなくて、うん、まあ企業とか民間とか NPO とか、まあ、個人の人でもいいんですけどみんながちょっとずつ ちょっとずつ気にかけることでつながる現代版 UML あるかなと思って、うん、それを作りたくて始めたみたいなのがそうなんだあります。はい。あのー、宮城さんにもお話を伺いたいんですけど、うん、宮城さんも最初から一緒にずっとそうですね。どうや、もうじゃあ本当付き合い長いんですね。そうですね。その <laughs> 付き合いは超長い。<laughs> ね、<laughs> 最初からもうこの気持ちに賛同して一緒にやろうってっていうか、もう一緒に立ち上げてるんですか？立ち上がってて。はい。 なんか面白そうだからやる、入れてって入ってましたそうなん私もどちらかというとエントリーシート書けない方だったのでああそうかやっぱ共感の部分があったんですね面白そう入れて入れてもらいましたやみやみ若尾さんは見たことあるんですかもちろんあそううなんだもその頃からってことですもんね本当に気持ちもわかるしみたいなやみやみ宮城さんも会っていた こっちほどではないですああでもやっぱりそう経験されてた,れてた<あ>人並みです、うん、人並みの並み <laughs> 思ってます <laughs> 私はわ <laughs> かんないですけどね本当に、うん、でも本当なんか そのお二人の今のこのめっちゃいい笑顔を見ると逆になんか泣けてこんか本当に良かったの FM 那覇に入ってこられて最初に思ったのがもうニコニコして入ってきてあいい笑顔だなって思って <うん S 2> インサーに思った <laughs> な,んかなんか今日来た時に入ったら眩しくてこの事務所 <laughs> <う>ん <laughs> なんか照明明るいなと思ったらこ,こらだったんですよ本当<笑>,笑顔が泣いて本当に素敵です <laughs> 本当そうですね ああそういうところから始まって、うん、っていうところで。 ですかスタッフは今5名5入れ替わりいろんな方がってたでも最近はいろんな方が必要な時に手伝ってくださるっていうかか俺のスタッフもあでも一応この心理学をベースにしてるのである程度専門的な感じで関わっていくので、はい、あの一般の方が気軽に来ちゃうとあまりにも子どもたちが病んでいてその病に引きずられてしまっていくっていう,、うん、と,いうところがあるのでなので私がスタッフをサポートして K 先生は子どもたちを見てみたいなのもあ、うん塩梅ができる方が あのお手伝いいしに来てくださのが大事にしています,すごいさらっと言ったけど大事なことだよね、うん、スタッフのケアも必要なんだよねうん、うん、支援団体って支援者の支援というかケアする人のケアが足りてないんで <laughs> あ<ー>あのケアする人もすごい摩耗していくんでねすり減っていくというか、うん、で誰かがその斧を、ね、あの壊れるまで使うみたいな、うん、あの悪いリーダーはみたいな。<laughs> うん 感じで言ってま手入れすれば長く使える人を道具みたいに言う例えばあれかと思うんですけどでも本当その通りで僕も支援員でやっててその横の人がどんどん疲れていって励ましながらやるんだけど潰れちゃうんですよ最後だからそれを代表がケアしてるっていうのはすごいいい環境なんだろうなって思いますあのえっと課題目標課題については聞いたんですけどこれからのその夢っていうか目標というかまあ 何十年続くのかわかんないですけど次の10年とかどんなふうに考えているのかなってちょっと教えていただければ。私が喋っていいのかな場所がですねもう老朽化しているというかすごい古い建物をお借りして自分たちでリフォームするので貸してくださいみたいな感じででもリフォーム代もなかったので本当にメイクマンに行って使ったみたいなので今生きてるきていとか活動してるんですけど。 もうすでに雨漏りがしたりとかクーラーが壊れてしまって、はい、それを直すお金もなかったりするので、うん、その部分のやつとか気にしないでそこのやりたいことというかソフトみたいなのがいっぱいできたんですね、うん、子どもたちにこれできるんだ私たちこれしたいあげたいしみたいなでもそれを受け入れる場所が圧倒的に狭さだったり古さだったりとかあるので、うん、なんかちゃんとみんなが安心して過ごせる場所みたいなのを作りたいなって思っています、うん、今何人ぐらい来られてる人 少なくて三十人ぐらいで、で,、えー、で多くて六十人ぐらい。い<分>うん、そんなにいるんですね。中学生の半分じゃないか,、ね、からから。中学生がそんなに来るんだ。中学生も来ます。めっちゃいいじゃないですか。<laughs> そうなんだそ。そうですね。三分の一下手したら半分中学生。うん、中学生が集まるってことは相当。 そのナウヤングに愛されてるブームな場所だはずよだって小学校の子供たちはなんかどこにでも集まるイメージあるけど中学生の層がそんなに来るって、うん、もう相当スタバカってくれない <laughs> <laughs> 確かに、でもそうやって相当でしょ。来るから、ね、なんか無料で食べれる場所あるよ行くみたいな感じで連れてくるので。<ー> そであの居場所は何坪ぐらいですか、場所的には。何坪何広さ的にはどれぐらいの、まあ、何畳とかでもいいんですけど、どれぐらいの広さで,でこ,この入り口からこっちぐらいの,あ、ね、こ,のこれ四角だった,らいいなみたいなこのスタジオのスペースぐらいでって言ったら、えもうちょっと四角だったらいいなぐらいの感じですけど、これ、八坪ぐらいですよ。ここちちちちこのススペースはちっちゃいんだよ、うん、あここに あの中学生が三十人集まるって感じ,じなでなんです。もでも時間差だったりする。ああ、そうかそうか。延べですよね。うん、いやでもすごいね。想像ができないというか。すごいだから人気なう、うん、人口密度は <laughs>。私たちあのこうなんだろう。大人に大人を諦めてしまった子どもたちとか、大人にマウント取りに来る子どもたちに。 このおなんか大人ぶるじゃないですか。その子たちを子供に戻すっていう仕組みの心理学的なアプローチをしてるので、はい、面白いですね。ちゃんと子供に戻るっていう、<laughs> そうです <laughs> ね。面白いあ。やっぱさ <laughs> 支援団体ごとにこの考え方が違って面白い、ね。本当にあの昨日は子供を一人の 人として見るみたいな。まあそれも別の意味なんだけどね。あのなんかで今日は子供子供に戻す。めっちゃ持ってあでも大事よね。もうなんか問題児が問題児じゃないくなる雰囲気になるので、子供らしさってあるもんね。本当そうだよね。もういろんな考え方がありだから大人びてしまったとか、昔はよく言ったあのアルダルトチルドレンとかね。あの子供らしくできなくなっちゃったとか、姿勢とかそういうの忘れちゃったみたいな。改めてだから。 そういうふうに子供にちゃんと子供に戻してあげるっていう、うんうん、そういう考え方もあるんだ、はい、なので外では問題児ですし警察にもお世話になっている子たちがここに来ると「こんにちは」って言って「あのあ<ー>お水ください」とか「ありがとうございます」っていうふうにコミュニケーション取るような、うん、あの笑顔になるような仕掛けをやってるのです,、うん、すごいな,な他のところではすごい問題児だけど。 ここに来ると「お母さんおはようございます」みたいな「あそんなんかそんなんかそんなんかそんなかしこまってないですけど本当にもう気軽に」みたいな何か聖域みたいになってしこの文句見るといや本当だからそんだけだって来るんだからね本当に癒されててここが気持ちいい楽しいっていうが行きやすいと思ってもらってきてるんでしょうね子供食堂は圭先生がメインにやってくれてるので今までで1万人以上の子供たちが週2回しかやってないんですけど 来ているのですごいねキ先生、あの僕のお母さんの名前もキエって言うんですよそうですね、珍しいですねキエって聞いてすごい、なんか親近感を送るんですけど普段子供たちとっていうか、だから中学生、ほとんど中学生の子たちとっていう中学生って本当に多感な時期じゃないですかで、その子供たちと、あのなんか過ごすコツっていうか、どういう風に過ごされるんですか まったり雑談。ええー、もうじゃもうナチュラルボーンじゃ。<laughs> <laughs> でもカウンセリング的な関わりのものなので、まあ、コーチングとかカウンセリング的なこみあ,、ね、あのおおしゃべり。おしやっぱ相談が来る。る相談とかはしないです子供たち。子供たちから相談来ることないですか。うん 基本させないよね。させない雰囲気にしています。あ、なるほど、そこ線引きちゃんとするんですね。あ、というか、相談してしまったら、喋ってしまったってなって、次来なくなるかもしれないんですよ。そういうのもありなんだね。そうだよね。本当に。何でもかんでも打ち明けて、寄り添えばいいってもんじゃないってことです。よねそこは、あのいろんな人がいろんなこと言うので、ただ。S. O. S. が出た時は、あの、私は自己承認をする、していくっていう場所はしているのでね。何かあった時に、いつでも頼ってねっていう雰囲気だけは出しています。めっちゃいいと思う。あの。 本当に、あのー、いろんな団体考え方があっていいと思うし、うん、僕はすごくいいと思うその僕はそういうところは好きでしょう。行くたびに僕もニート引きこもりだったからその気軽にコミュニティのところに行くたびに蓮、うん、くん、最近どうみたいって聞いてくるのが嫌すぎて <laughs> な<ー> <laughs> 本当に嫌で、あのー、何でも打ち上げていいから蓮、ね、くんみたいないもう今もう普通に楽しんでみたいな感じで言う。<laughs> それが 本当に必要な子っってやぱだからだから集まるんだろうね、うん、僕,僕も行きたいと思う、はい、そしたら。でカラーセラピーをしているので時々色を選んでもらってこうだよって言ったらポロッと本音を言うので。 そうなんだねって言ってで必要な子はこっそり支援に回しみたいなすごいやってますありがとうございますもう話が面白すぎて時間があって今なんですけど最後にですねあの課題っていう課題じゃない必要なものですね今団体で心ひまわりさんの活動を聞いてて何かしたい協力したいと思ってる人がいると思うんですけど今どんなものが必要ですかじゃあキー先生クーラーが壊れてしまったのであらクーラーがクーラーが壊れてしまったクーラー代クーラー直す代はいが欲しいです支給って感じです これあのー、<当>クーラー代いくらぐらいするんですか。えー、見積もりを出した時は50万円超えてたね去年。業務用のやつってことですね。はい、そうなんです。なるほど。まあいろいろ入らないなんか作りになってました。事情があってその家庭用とか民営機みたいなものが入らなくて、もうこれがかかっちゃうと思うんですね。そうん、うん。ぜひともねあのー、エアコン中古でもいいですよね。 とにかくこの夏が不安ですよね、動い,はい、動いたらありがたい、3月まで修理はもうずっとしてきたので、いろんな修理はもう,もう無理かなっていう、あ<ー>ね、あの年式の振りからねぜひともエアコンですね、はい、あの協力いただける方。えーうん 少しの、ま寄付とかでもいいですよね。みんな集めて、積み立てられればいいと思うので。うん、あの、N. P. O. 法人、心ひまわりさんにですね。ぜひエアコンをポンとくれる人がいれば、一番いいんですけど。お願、はいします。はい、よろしくお願いいたします <laughs>、えー。今日は本当にありがとうございます。最後にリスナーの皆さんに伝えたいことあれば、よろしくお願いします。<れ>はい。私は。 リスナーさんに。聞いてくださって、うんはい、ありがとうございますいてい。ありがとうございます。<laughs> 喋りして帰りました。<laughs> <laughs> ありがとうございます。他にも何か告知事とかありましたら、またよろしくお願いいたします。あはい、よろしくお願いします。はい、というわけで、えー、今日はですね。このまま皆さんお別れしたいと思います。コメント来てますね。ええー、須崎さん、ノリが軽いって。<laughs> すごい明るくて楽しい会話でしたね。ノリがとても軽くて。面白かったす, <laughs> すごい。返事が来るんですね。<あ>はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃ、ぜひとも後でまた、えー 架橋沖縄の掲載させていただきたいなと、うんはい、英語の呼びかけさせていただきたいと思います皆さんももしお知らせいにいたらこちら沖縄市のココフキッズ子どもの居場所です中学生が30人以上よく集まるということなので、うん、ぜひともそういう子どもの居場所を守るためご協力お願いいたします、うん、え本日の終わりで私ナレレンとツバシャンでしたみんなバイバイまたねありがとうございました